スバリストのコーナーです今回は前橋市にお住まいのスバリスト金井貴博さんにお越しいただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまず早速伺いますはい。金井さんが乗られている愛車はどんな車でしょうかスバルの WRX S4 ですなるほど、はい、なかなかかっこいい車に乗られているということですけれどもあ,ありがとうございますあの購入されたきっかけとしてはどんなものがあったんでしょういや私もずっとスバル車乗ってまして でまあうんスバル車の良さはもう十分知っているので、まあ、じ次回もまたスバル車にしようとは思っていたんですけどちょうどその時限定車で TS っていうのが出たので、はい、ああこれはいいなと思って即決めましした、うん、どうでしょうでょ実際に乗ってみて S4、はい、の乗り出しいかがでしょう味、うん、すごいのが、まあ、地面に張り付いて走っているようなイメージで、まあ、ハンドルも切れば切った方に曲がっていくし。 高速で例えばレーンチェンジを急半切っても全然安,、うん、安定感というか安心感がありますね、うん、乗り心地はまあ,ああいう車なので若干硬めのセッティングにはなってるんですよね、うん、足回りだけど気持ち悪い形じゃなくて一発でこうショックが収まるっていう感じでもう気持ちよく乗れますね、うん なんかすごく走りを満喫されているなという,、えー、う感じもしたんですけれどもそうですね、うん、あとあの少しお話にあったところであのスバル、まあ以前もレガシーに乗られていたという話でしたけれども、はいね、スバリスト歴としては今、どれくらいになるんですかそうですすかそうね19年ですね、ちょうど2000年に初めてスバル車を買ったので、はい、かなりの、はい、じゃあそろそろスバリストとしてもだいぶ何時間も長くなってきはいいそうですね、ベテランの方に入るかなと思います。 いや本当にスらしいを愛用していただけて本当にありがたいなというふうに感じるんですけれどもいえいえこちらこそあんな素晴らしい車に乗らせていただいて、うん、あとあの、ちょっと小耳に挟んだ話ではあるんですけれども近々その乗り換えを予定されていると聞いたんですが50代限定の TC380 というえ<っ>あのスペシャルマシンに <laughs>。本当ですか <laughs> はい カースポットでもね以前紹介させてもらいましたけれども、はい、ラリードライバー新井俊弘選手監修のあのそうですね W R X S T I T C 三八マルですか、はいはい、いやーお話のあった通りまさにわずか五十代限定のお車ですけどそれをもう予約されてええ、そうです実際その試乗とかってされたんですかええ、試乗は二回しましたね、えー、いかがでしたいや一言で言って早いうーん 早すぎます、ねお<ー>えー。もう多分これ以上の馬力はねいる、いらないんじゃないかっていうぐらいですね。うん、早い、うん。申し分ないですね。うんまあ、本当にスバリストとしてスバルシアをすごく楽しんでいらっしゃるんだなっていうのも感じましたけれども。はいはい、楽しんでます。ではそろそろちょっとお仕事の話を伺っていきたいんですが、はい、金井さん、お仕事としてはどんなお仕事されているんでしょうか。仕事はこれです。はい、おお <laughs> いや今年一番の驚き。<laughs> これはモデルかああもちろん本物ではないんで <laughs>、はい、でですすよねね金井さんが経営されているのはミリタリーショップということでこちらご覧ください,いや本当に、まあ、銃、拳銃もそうですし目の前に中央には弾丸も置いてあるということでいや本当に刺激的なものが今回はお見せいただいていますけれども、まあ、<あ>非日常的なものですからね。うんびっくりしました。はい 実物を見ると、やっぱりそれ、まあ、実物、まあ、モデルガンですけどね、うん、あの。印象がやっぱりガラリと変わりますけれども、あの、金井さんが、あの、はい、経営されている。このミリタリーショップのお名前って、まず、伺っていいですか。えー、うちはミリタリーショップ、国家堂と言います、うん。あの、お店の場所としては、どちらにあるんでしょう。えっとね、前橋の駅の南の、まあ、南町なんですけど。うん 南部大橋です。はい。の近くです。ああ<ー>、はい、なるほど。あ、前橋市内にそうお店を持たれているということで、はい、まあ扱われているもの、まあ今おいてあるこのモデルガンなどもそうですけれども、どんなものを扱っていらっしゃるんでしょう。まあモデルガン、エアガンとそれに付随したまあこれを入れる革のホルスターとか、うんはい、まあサバゲーなどに使う軍服とか、うん、ヘルメット、ゴーグル、うん、まあそういったものを主に。 扱ってますね。ねなるほど、お店はに関してはそのやっぱり実際に買い求めに来る方が多いんですかね。いやほぼネットが多いですね。うんあ、ええ、やっぱりどんどんじゃあ購入される方っていうのも全国からそうですね。はい、なるほど。下手すると世界からうんはい。時には海外からも注文が来るんですね。 ネットででの注文も受け付け付ているととうことですよ、ええ、私もちょっとねあのお店のホームページなども拝見したんですけれども、はい、あの実際に扱ってらっしゃるそのモデルガン以外でも例えば今お話のあったあのホルスターなどあれ本物ですかそうですねロシ,ロシアというかソビエト連邦のは本物ですね、うん、旧ソビエト連邦の、うん、あとあの、まあ、今回、まあミリタリーショップということで、まあ、ある種ちょっとまあ 特別な特殊なところもあると思うんですけれども、はいはい、やっぱりこういうお店にしようというのも何かか理由があったんですかそうですね、まあ、まずは自分が好きだというのもありますしそれが一番ですかね、うん、好きなものだったらもう多少の苦労でも頑張れるというなるほどそういうい感じでまあ今後このお店どのように発展させていきたいとかっていうビジョンはありますか そうですね、まあ、できればもうちょっと広げて、うん、よりこう深いものを探索していきたいなと思ってますね、うん、深掘りしてやはりミリタリーの道も深いんですかね。深いですねわかりました、はい、では最後になりますけれども、まあ、今お使いのまあスバル車社なども含めて、まあ、今後どのようにこのスバル車社とお付き合いしていきましょう。次に ね、来る車 T G これが多分最後の e ー,ーエンジンになると思いますのでこれはとにかく、まあ、大事に乗りたいと思ってます、まあ、大事んだけどたまにはしごいってね,、うん、ね鍛えてあげないとっていうのもありますしで、まあ、その後とも、ね、多分スバルさんのことですからいい車を出してくると思うので、うん、まあ何年後になるかは分かりませんけど、うん、その時もぜひ いい車に乗れたらいいなと思ってます、うんはい、今後もスバルライフをエンジョイしていただけたらと思いますえ今日はスバリストで前橋でミリタリーショップ国家堂を経営されている金井貴博さんにお話を伺いました金井さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました